昨年のこのオールレディースの戦いを制したのが長嶋選手でした、はい、そして今節も昨年と同じ流れオール2連対で優勝戦出場を決めていますが、まずは船足いかがでしょうか。もう今日準優が一番いい足になってました。ということはもうこのまま優勝戦を迎える準備はできている、はい、もうベースが決まったので明日準優レース綺麗に叩いて迎えたいと思います。さあここまでのスタートの見え方についてはいかがでしょうか。すごく集中していけてると思いますけど、明日も気抜かず自分の最高のスタート切りたいと思います。優勝戦絶好枠1号艇での戦いですが、ピット離れいかがでしょうか。ピット離れもいいですし、インからいきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージお願いいたします。はい、力強い最高のイン逃げします。応援お願いします。昨年のこの G3 ツオールレディースの輸出に続きまして、今年もこのレース優勝戦へとつなげました。まずはモーターの手応えからお願いします。モーターは悪くないと思うんですけど、なんか日によって良くなったりちょっと進まなかったりしますね。となるとあとどこを調整して優勝戦を迎えますか。まあ反応あるんでペラの微調整をしたいと思うんですけど、はい、また明日乗ってから考えます。今節のスタート感についてはいかがでしょうか。スタートはいけてるんですけど、自分の感とはちょっと合ってないです。優勝戦のスタート目標タイムもお願いします。まあ、一定心ぐらいで、はい、全速でいきたいです。優勝戦は2号艇での戦いとなりますが、ピット離れそしてコース取りについてもお願いします。まあ、ピット離れが普通なんであれば2コースに入りたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、優勝できるように一生懸命走ります。応援お願いします。前節は G3 レース優勝、そして今節も優出を決めて好調ですが、まずはモーターの手応えからお願いします。まあ、一節を通して普通ぐらいだと思います。優勝戦に向けてどこを調整するのかお考えあれば教えてください。いや、もうないですね。最初にもらった時が一番良かったのでそこに近づけたいんですけど、まあ、なかなか自己レースとかがあったせいか、やっぱちょっと足が戻らないので、もうちょこちょこっと調整しながら行きたいと思います。わかりました。さあ、常のレースはこれで5連続優出となります。そのうち1回は G1 レース優勝でした。この都の水面、今節のスタート感も聞かせてください。スタート感は、まあ、休みに入りますので、まあ、20ぐらいを目標にいけたらなと思ってますね。相性は、悪くないと思います。優勝戦3号艇での戦いとなりますが、ピット離れそして進入のイメージについてもお願いします。まあ、枠あたりで。おしまいに、海野選手はこのオールレディースの戦い3年連続での優出を決めていらっしゃいます。優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。まあ、勝率取りたいんで、上位の着順を目指して頑張りたいと思います。応援してください。今節振り返りまして、船足の仕上がりはいかがでしょうか。船足は乗り心地も含めて全体的にいいんじゃないかなと思ってます。全体的に、はい、モーターは前節も優勝戦に出ているものなんですが、特徴は強いて言えばどのあたりにありますか。回り足の方が良さそうな気はしますけど、バランスが取れているような気がします。優勝戦に向けてさらなる上積みあるとすれば、具体的にどのあたりでしょうか。少しでも気温とかに合わなくなると、乗れなくなってしまうので、しっかり合わせることだけ考えて、合わせればしっかりレースできると思います。都のレースは2ヶ月ぶりとなりますが、スタート感についてはいかがでしょう。あんまり早いのはいけてないですけど、ダッシュは今節は見やすいかなと思ってます。優勝戦4号艇となりますが、ピット離れや進入のイメージについてお願いします。枠なりでしっかり自分の取ったコースからレースできたらと思ってます。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。道中で不良候補すみませんでした。ここに来れたからにはしっかり走ります。応援よろしくお願いします。今節振り返りまして、モーターの調子どうでしょうか。初めからまあまあ良かったんですけど、徐々に、はい、良くなってます。
モーターは前節も優勝戦を戦ったものなんですが、特徴としてはどのあたりにありますか？どちらかといえば伸び型なんですけど、出足も、はい、悪くないです。そこを踏まえまして、優勝戦に向けてはまだ最終調整ありますか？そうですね、まあ、今日の準優の足が一番良かったと思うんで、この状態でいければとは思ってます。はい。さあ、そしてスタートなんですが、角水面およそ10ヶ月ぶりとなりますが、今節の見え方いかがですか？そうですね、風が、コロコロ変わるんでちょっと慎重にはなってます。はい。優勝戦はまた、柔らかな追い風になりそうという予想になっていますが、優勝戦のスタートも目標設定はいかがでしょうか？目標は、まあ、10から15全速でいければと思ってます。優勝戦は5号艇でのレースです。ピット離れ、そしてコース取りについても教えてください。コースは、まあ、ピット離れが出ない限りは枠なり基本でいきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい。最後まで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。さあ、前節に続いて連続での優勝を決めていらっしゃいますが、今節振り返りまして、船足いかがでしょうか？船足は前節は、まあ、出てたんであれですけど、今節は分かってないですね。はい。特徴としてはどんなところに？特徴は別にないんですよね。ここがいいっていうところもないですし、至って普通な感じです。はい。どうでしょう、優勝戦に向けてはまだ調整は続きますか？そうですね、プロペラをもう一回一からやり直そうと思います。さあ、節間はコンマ01の早いスタートも決まりました。スタートどんな風に見えていますか？スタートは全然行けてないですね。行きたいんですけど、こう自分の勘と全然違うんで届いてないんで、そうですね、全然ダメですそこを踏まえまして、優勝戦スタートの目標設定、タイムはどのあたりを狙いますか？10から一定心。はい。優勝戦6号艇となりますが、ピット離れやコース取りについてもお願いします。まあ、繰り上がりなんで、もそのままのところからとりあえず自分のスタートをしっかりいけたらなって、そこだけです。はい。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージお願いいたします。優勝戦に乗ったんで、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。